どうもトシです。今日の動画は思い出の動画になってます。というのも僕の夢がついに叶いました。12年越しの夢がついに叶って本当感動です。ではその夢とは、皆さんニッケルバック知ってますか？説明します。ニッケルバックは1995年に結成されたカナダのロックバンドで、現在世界で5000万枚以上のアルバム売り上げを記録しています。このバンドに会えたきっかけは、あのヤマピーこと山下智久さんのおかげです。2012年放送開始のドキュメント番組ルート66たった一人のアメリカのオープニングソングとしてニッケルバックの曲が使われていたんです。このバンドの力強い声とスター性に惚れちゃって、いつか本物に会えたらと夢見ていました。そしてついにその念願が叶いました。